そうで始まりました。もてつチャンネル。さてさて、お知らせです。はい。1月じゃねえや。なんで1月なんですか今、3月13日。まあ、いつもの6時から、日曜の6時から、坂上さん、戻ってきます。坂上さんの合格祝賀会をオンラインでやろうと思います。はい。もちろんね、このコロナ禍ですので、まあ、坂上さん自体はもうかかったから、ならないとは思いますけど、いろんなね、こう、人を集めたら、その人たちでかかっちゃうと困りますんで、なんで、生配信で、坂上さんの合格祝賀、会をしようと思います。まあ、坂井さんが食べたいって言ってたものをね、ちゃんと用意して、あとなんかケーキ用意してくださいってみんな言ってましたんで、そちらを準備しようかなと思います。いやー、本当に。まあ、本当はね、合格発表自体も、ズームじゃなくてさ、やりたかったんですけど、まあ、コロナかかっちゃったんでね、しょうがないんで、でも、お金渡さないといけませんから、中央大学のね、総合政策学部受かりましたので、ちゃんと入学金24万円でしたっけ？はい、そちらを、坂井さんに当日渡そうと思いますんで。第2のね、坂井さんオーディションはいよいよ開催されます。もう送ってきてくれた人にはね、返してはいますが、ただやっぱね、ほとんどが返ってこないですね。やっぱね、はい、この日やりますって言っても、そういうもんなんですよ。だから最初に言いましたね。コミュニケーションが取れる人だけ応募してくださいって言ったんですけど、SNS ってね、返ってこないマジで。まあそういうもんなんで、もう最初から分かってたんで、だから最初からコミュニケーション取れる人だけお願いしますって言った。それでも返ってこないんですよ。ちゃんとコミュニケーション取った人ですら返事返してこない。まあそういうもんです。だ多分最終的に30分の数人になると思いますね。なんかね、指導しないじゃないかお前。そんなんで何やってんだみたいなのも来たんですけど、指導しないですよ。別に僕は英作文を見るためにとか、英語を教えるとかってそういうものじゃない。じゃあ何のためにやるんだよ。意味ないじゃないか。得がねえじゃねえか、出演者に、とかってね、来てますけど、いやいや、何を言ってんですか。動画出たら逃げらんなくなるんですよ。モチベーションです。坂井さんだって、管理されたからやったんですよ。動画に出てたから、やらないとまずいって思ってましたから、それによって、ずっと毎日勉強したわけですよ、10時間以上。当然、この縛られてるってものがなかったら、やらなかったから、動画で模試の結果発表される。勉強しなきゃ。上がってかなきゃいけないよ、レベル。上げてかなきゃいけないよ。そうですね。だから毎回毎回追うことによって、模試がある共通テストのタックとか勉強したわけじゃないですか。それなんです。だからもう見えてないところが多いんで、まああと、悲しくても結構ヘラヘラしちゃうっていう癖があるので、あまり分かってなかったかもしれないですけど、ものすごいメンタルも来てましたから、本当に。本当にプレッシャーむちゃくちゃ感じてたから。すごい、松原さんにもね、弱音吐いて相談してましたよ。そう、松原さんってね、何にもしてないわけじゃなくて、ちゃんとそういうメンタルの部分とかケアしてくれたりとかね、小論文のね、添削講師にお願いしたりとか、すごい裏でいろいろとやってくれてるんですよ。すごくいい方なんです。で僕はどちらかというともう、撮るから、ちゃんとやってみたいなまま、お互いにすごい短いやり取りしかしないんで、周りがなんかどんどん仲良くなっていきますね。本当の親子みたいです。兄弟みたいですっていっぱい来てましたけど、お互いが別に全然そんな感じしないけどなって思いながらね。で、動画回ってる時以外、ほぼ喋ることもないし、だって勉強してるからずっと。で、この日撮影できる、この日じゃ何時で、何時でとかっていうぐらいのやり取りしかしないから。まあもちろん応援してましたよ。そんな、何の応援もしてないわけじゃないですから、ちゃんとどういう勉強の状況がどういうものかとかも確認してたし。ただ、不必要にとにかく声かけたりとか、質問に対応するっていうのはなるべくしないようにして、自分でやんなきゃいけないから、やっぱり自分がいかに勉強するかが大事って思ってるんで、そういう感じで見てたんです。で、彼自体ももうすごいプレッシャーだって当たり前ですね。だって武田塾に行きますって受験生はタイガーファンだけど、あんな多くの人が見るもので言うんですよ。そりゃあさ、まあわかんないですよ。そうやって言えばお金出してもらえるだろうって思ってやったのかもしんないけど、武田塾側からすりゃすげえプレッシャーじゃん。これでどこも受かんなかったらどうなっちゃうんだよって思いながらね。だから坂井さん すっごいプレッシャーを感じながらやらなきゃ、勉強しなきゃって思ってて。だから共通テスト終わってもうすぐに一般入試やろうっていう風になったじゃないですか。本当期間ないけど。だからそれは背負ってるものっていうのがあったから。で、国立校でやってたからといって、国立校一校のものじゃないじゃないですか。非常に大きなね、名前のプレッシャーがあったんで、だから同じように自分もすごくプレッシャー大変だった。あんまり視聴者には分かってないと思いますけど、二人のプレッシャー。すげえ大変だったんですよ。もうすっごく、どうしようどうしようっていうのはむちゃくちゃあった。前にもね、動画で言ったけど、本当に法政はいけると思ってたんで、本物のね、努力は見てたので、まあ中央総合政策で本当よかった。よかった。捨てハゲのとこでよかった。捨てハゲの後輩になってくれてよかったです。なんか入学式とかもね、こう、行ってもいいかもね。いや、まあ、あんま良くないかわかんないけど、ちょっとそこも密着しても面白いかなと思いましたけど、
そんな感じでようやく合格を勝ち取ったわけなんですけど、ちょっとまあお願いしたいのが、まあその合格祝賀会でまあ何してほしい、まあ6時っていう時間なんでね、なんか暴れるとか無理だと思うんです。こういうことやってほしいとか何かしらあったら言ってください。その他企画ですね、まあ一応ほらね、坂田さんバスケできるから、ちょっとバスケの企画はなんかやってもいいかなと思ってます。はい、まあジョーダンの服とか着てたし、なんかできるだと思うんですよ、スポーツ。あとでもラップやるんじゃなかったっけ、フリースタイルで。フリースタイル見たことないね。それじゃちょっとねできるんだったら、まあ、見てみたいかなと思いますけどね。どんな感じなのか全く分かんないですけど、まあその他企画ですね、こういうのやってほしいとか、まあ本当にトイックやるべきなのかな、分からんけど、そういうこともいろいろ考えていきたいなと思ってます。まあとりあえずね、まだ今この動画を撮ってる時はまだ隔離期間でございますので、でももう元気になってるはずなんですけど、まあやっぱりちゃんとね自宅にいないといけませんので、隔離それが終わるまでは。そう本当はね、なんかね、もともと合格発表の動画撮る予定だったじゃないですか、一緒に。で、その一緒に撮って、で、坂上さんは、なんかサークル活動に行くって言ってたんで、あ、東京経済大でサークルやってんだ、と思って、そのサークルの集まり行くんですって言って、サークルの集まりなんかあるんだ。そこでもう特に何も聞かなかったしね、僕もね。何サークルなのとか、あ、飲み会かなんかなのとか、っていうのすら一切聞いてないから、もうなんかね、本当に。本当にやりとり短い、お互いの。何時からサークルの集まりがあるんですって言って、ああ、じゃあこの時間だったらいいよね、みたいな、そういうやりとりしかしないんで。え、なんか雑談みたいなのしないんですか？雑談はね、この間の生配信の時に僕の友達がスパチャしてました、とかっていう話をしたけど、こないだ。あ、そうなの？こうやって言ってた人いるじゃないですか。言うてる生配信だから、トイックの生配信だったか忘れちゃうけど、それにボケのスパチャを送ったのは、あれは僕の友達なんですって言ってた。そう、まあね、友達もいっぱい見てたしね、大変だったと思うよ、友達と。家族も見てて、で、友達もね、悪口だけスクショして送ってくるって言ってたしね。でも本当にね、毎日10時間やったっていうのは、すごい、まあ、結晶だよね。努力の結晶で、努力が実ったっていうのは良かったと思うし、まあ、これは、後々、いい思い出にはなると思うんで、まあ、これからの糧ですよね、人生のね。あの時、こんだけやったんだから、っていう風に、ね、なると思うんで、ぜひ祝ってあげてください。自分自身もね、本当そう思ってるんで、その受験の時のものがあるんで、あの時あんだけ頑張れたからっていうのがあったんで、まあもうそもそも大学入試のやつ自体はね、自分自身が高校入試でむちゃくちゃやって頑張ったからっていうのがあるんで、だから第二の坂上さんオーディションっていうのは、それだけやれる人募集してるんですよ。バイトしながらでいいですかとかっていうのは断ってるのはそういう理由です。ちょっと東京に行くかわかんないんでとか、そういうなんとかかわかんないんでみたいな人たちを全部排除してるのはそういうことです。もう絶対やってくれる人しかいらない。彼は責任感を持って毎日10時間きちんとやった。で、受験企画ってほら、ほとんどの人辞めてっちゃうでしょ？そういうもんなんですよ。多くの受験企画がいろいろあるじゃないですか。でも途中でいなくなる人すごく多いと思います。そういうもの、それが普通だと思ってるんで、坂上さんは最後までやめなかった、責任を持ってやってくれた、だそういった意味を込めて最後は皆さんでね、祝ってあげられたらなと思いますんで、ぜひ見てもらえればいいんじゃないかなと思います。よろしくお願いします。はい、まあいわゆる生放送だから、初めて皆さんも質問することができると思いますので、直接ね、楽しみにしてください。はい、ぜひ見ていただければと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 お楽しみに。